大切なお知らせがあります。時刻はですね、四月二十七日土曜日深夜一時二十九分でございます。はい。えー、ついにですね、二ヶ月前ぐらいにですね、億万長者合宿を開催するということで、まあ久保さんとやり取りをもう三百話ぐらいまでやりました。 でこの2ヶ月ですね。で、それで、まあ、今日、開催しますで。僕はこの動画をアップロードしたら、深夜、えー、向かおうかなと思ってます。はい。あっという間ですね、時間っていうのは。はい。まあ、だから、億万長者合宿参加される方はですねで、まあ、気をつけて来ていただいて、まあ、僕も、えー、気をつけていきますけれども、ただ、深夜の方が、まあ、空いてますから、うん。 いつ移動するのか深夜の方がみんな寝てる間に移動した方がね早いんでうんなんかみんな効率求めるって言ってるじゃないですか効率よく稼ぎたいみたいな効率よく移動するためにはえみんなが寝てる間に移動した方が渋滞に巻き込まれる確率がほとんどないのででそのなんだゴールデンウィーク始ま,始まるのでその午前中とかね多分混むと思うんでうんねえー、僕ね絶対に 遅刻しない方法ってその,その会場の駐車場で寝るっていう <laughs> その会場の駐車場で寝れば遅刻しようがないのかなっていう <laughs> だって起きたらすぐ会場じゃないですかだからまあ10分前ぐらいまで10分前はもうちょっとあれかもしれないですけど <laughs> まあとりあえず会場を向かいたいなと思います多分一番早いですね億万長者合宿参加者の中で、まあ、一番僕が早く前乗りするんじゃないかなと絶対遅刻しない方法ですね、はいであと 早く行けますしね、うんまあ、そんなことはどうでもいいと思うんで、まあ、参加されない方がほとんどなんでで今回その億万長者合宿にやるにあたって、まあ、動画の方をたくさん撮ってきましたで、まあ、もちろんその内容がないようなあものもあるんですけど300本のうちに何かためになるものはあると思います何か何かしらね 300分の1まあこれから億万長者合宿が終わった後も久保さんと1万話を作るというような話が出てますんで多分このリレーは続くと思いますでしかもそれ全部無料で公開してきますんでもうそもそもこの再生リスト億万長者合宿の再生リスト自体が億万長者合宿なのかなっていうだから全部無料で見れますんではいで今回その久保さんと、えー、合宿2年ぶりにぐらいにやりますけれども多分もう やることはないぞもしかしたらその1万は行ったねみたいなじゃあそれやるみたいなでそのまあその億万長者合宿のリレーの中で,でもねあ話があったんですけど次やるときは海外でやろうかなみたいなで僕自身も実は海外に移住計画を最近ちょっと考えておりましてだからその今考えてるのがバンコクですねバンコクまだちょっと調べてないんですけどそのバンコクになった理由が、まあ、この前 うんあの森くんっていうことを対談をしたんですけどその、バンコクあたり結構全然すごいっすよみたいな話があって、あとはその最近 YouTube で出てきた学さんっていう人がバンコクうんと日本行き来してるのかな。だから僕どこでもいいんで、ネットがあればどこでもいいんで。であとなんか、クリいやい、日本の物価と全然違うんで、うん。 なんか3万円ぐらい出すとすごいいいとこ、プール付きに行けるらしいですね。いや、プール付きのとこ3万で行ったらよくないですか僕は絵的にね、いろいろ取れるんで。<laughs> もうなんか最近、まあかご、日本の中、よくね、鹿児島になんで行ったんですかっていう、鹿児島が一番良かったんですよ。で、物価も安いんですね。家賃今4万2千なんですよ。で、家賃4万2千0より3万台で海外に行っちゃうともっといいっていうね。うん。だから今度、 その海外合宿ですよね。うん。まあ、久保さんと1万は到達した時にやるかもしれないですけど、わかんないですけどね。あただ、当分ないです。久保さんと合宿やることは本当に当分ないんで、うん。まあ、今回参加される方はラッキーです。参加費も300万ですからね。はい。で、えっ、ー、と、今回のは映像を回します。多分、販売します。販売すると思います。えー、合宿映像ですね。撮りますんで。 ただ、いくらで販売するかはちょっとわかんないです。内容も即興で僕たちっていうのは話していくんで、多分、久保さんも即興で話す部分が結構多いと思うんで、実際やり終えてから、うん、中身見てみたいな感じですかねあの。参加されない方は映像販売そのうちしますんで、楽しみにしていてください。はい、まあ、でもちょっと後になると思います。映像販売は。はい、今回のクマン長者合宿の販売は、当分後になると思います。夏ぐらいですかね、多分。 おそらく今の予定スケジュールで言うと。はい、で、あともう一つのお知らせが、えー、っと、 あそうそうそうこれまた LINE の方でご案内すると思うんですけどまあ億万長者合宿こうやってるじゃんあまあ今日からもう解散なんで、ね、今日と日曜日でやるんですけどもなぜ久保さんが億万長者になったのかっていうところで一番最初久保さんは35日で80万の現金を手にしたっていうところからまあ結構そのビジネスのスタートをしたんですよでそのイリュージョン3イリあイリュージョンすいません2っていうのがあるんですね でそのイリージョン2のセミナーで、えー、久保さんがですねその35日で80万自分がどうやって現金を手にしたのかという具体的な話をしてくれているあとはリストをどう取っていくのかという話をしてくれているセミナー映像があったのでそれをですねキャンペーンでなんと690円ですね円でそ LINE、えー、アットの方で今流してるので、まあ、興味あれば LINE アットの方に登録していただいて、まあ、ご案内多分億万長者合宿地 の注文ライン流すと思うんでキャンペーンやってるんで,、はい、でそれ流しますんでまあそのなんだ多分ね億万長者合宿の映像に関しては高いですよ安売りはしないんだよだから690円なんていう価格で販売することはないと思うんでうん今回そのお金がないよっていう方は690円ぐらいはあると思うんでそのどうやって35日で80万の現金を久保さんが手にしてビジネスをスタートしてったのかっていうその具体的な うん、話もしてくれてるやつがありますんで知らないよっていう方はそれを手にした方がいいんじゃないかなと思います、はい、別に億万長者合宿のやり取りで全部見てもらってもいいですよこれから1万話ぐらいまで続くんで、うん、690円のお金もないよっていう場合は完全無料で300話も公開してますし、ねはい、であともう一つですねもう一つその億万長者合宿が終わった後外注化2.0ですねこちら再販の方をします 再販というか僕の場合受付ですお問い合わせを2日間限定でやりますこれはあのえー、なんだお客さんが、まあ、ストーリー D っていうやつをずっと見てたけど結局その勇気がなくて決断できなかったですっていう声をいただきましてじゃあまあ平成もねもうあっという間に終わりますよねだから平成中にまあこれはちょっともう終わらしたもう詰まってるんで僕結構5月からは令和からねプロジェクト D が始まります プロジェクト D がもういろいろ構想して僕の中で5月1日からは再生リストプロジェクト D ですプロジェクト X っていうのを最近見て見まして久しぶりにこれプロジェクト D だなと5月1日令和になったらプロジェクト D がは発動しますんでなんで、えっと、平成最後2030でえ外中華2.0の方をまた再度ご案内しますんでこれがこの価格 で特典ですね。特典、僕からの購入。僕からの購入は、えー、そのドリームアカデミア60万円で、えー、今、塾僕やってますけども、その塾の中でも極秘コンテンツ100個ですね。100個です。ドリームアカデミアっていう60万円の塾を僕はやってるんですけど、その中で提供してるコンテンツで極秘コンテンツっていうのがあるんですよ。で、それ100本ですね。だから多分、その100本でも、 十分何億っていう価値が僕はあると思います、うんそこの映像100本の,この中身中身は僕は「億」っていう価値があると思いますなぜならばそこで教わった子たちが実際に「億万長者」になったからですなぜ「億」という価値があるのかそこで教わった弟子まあ弟子の映像弟子をガチで教えてる映像なんですけどそのもちろん全員が億万長者になったわけじゃないですよ2名ぐらいなんですけど実際に1億っていうね現金2億っていう現金を手にして し、うんえー、しました、はい、で、じゃあその一番最初何僕が教えてたのかっていうその秘蔵映像ですね。秘蔵100個です。だその特典を多分出せるのは僕、世の中探しても僕ぐらいかなと。ぶん殴ってるシーンもあるんで。ぶん殴ってるシーンってなかなか売れます。だから売れないので、売れないんですよ。 <laughs> ぶんん殴っっってててる映像ってどううやねんっていうガ,チくガチンコファイトクラブって昔あったと思うんですけどガチンコファイトクラブってテレビ寄りに作ってたじゃないですかまあそれで実はその本を入れてたとかねなんかいろいろとその話題になったりとかしてたじゃないですかテレビの視聴率上げるために演出してた部分が結構あるんですよねガチンコファイトクラブってだリアルガチンコファイトクラブですリアルって <laughs> もうその新聞書がない本とか雑誌とか入ってないですから まあ僕はあの,あのビンタですけどねビンタですけど殴るっていうのはその,そのなんかボコボコにして殴る映像じゃないですよかつあのアントニオ猪木先輩のごとくバーンって叩く感じの殴るっていうのかビンタっていうのか闘魂ですね、はい、その闘魂シリーズっていうのがあるさまさに闘魂ですねだからその100個のコンテンツの中で闘魂シリーズがねその1話2話3話4話5本ぐらいあるのかなその闘魂シリーズで まそういう映像も今回特典として無料で、まあやさんの外二点2.0まああやさんの外二点2.0の商品が結構もうほぼ完璧なんですよだから僕が何か提供できるものって考えた時にまあマインドかなっていうそこでうんあれ見たら結構感化されると思いますであとは僕の違う一面ですね全く違う一面弟子の前で僕が教えてた僕っていうのは 全全全然然違違う役者ですす全く全然違います、ね、今申し訳ないですけどあの役者はできないですあの役者はもう一生できないですねから弟子を雇弟子を募集することはもう今後一生ないんで、うん、だからあの時期だけしかできなかった役ですね、はい、鬼になった鬼鬼ですね悪役というか鬼というかだから弟子から嫌われてたというかめちゃめちゃビビられてましたよね まあそんな極秘コンテンツを100個ですね。あの、あやさんの商品を僕から買っていただくと、えー、手に入れられます。無料で。はい。もちろんドリームアカデミア60万払って入れば見れますよ。うん。もちろんドリームアカデミア60万入れば、それは提供してるんですけど、まあさすがに60万払えるって人は少ないと思いますんで。はい。だからまあ、億万長者合宿が終わりましたら、 えー、そちらの外周化2.0、えー、再販、再度お問い合わせ受け付けますので、ええー、まあそれも LINE アットで流します。なので、まあこの YouTube の下に LINE アット入れとくんで、LINE アットの方とりあえず登録しておいてください。で、あやさんの商品に関しては、まあ僕はね、こういう風に顔を出して、まあ、こんな感じでやってますけど、まあ大切なお知らせという動画も量産できるのは僕ぐらいかなと思うんですけど、ええー、なんだ、えー。こういう風にできる人いないじゃないですか、多分。 多分いないなすよ、うん。こんな感じこのやり方ができる人は多分かなり少ないと思うんですよだからほぼいないですねでも AYA さんっていうのをサイトアフリエートで稼ぐっていうのはネットビジネスの基本でありまあ最近まあお客さんが求めてるものを満たしてるのかな顔も出さなくていい、えー、声も出さなくていい、えー、パソコンでカチカチやるだけですよでしかも外注化ですから最終的に自分の手を離れるわけですよ 分かりますで継続できないっていうお客さんためちゃめちゃ多いんですねでも人にやらせるわけですから自分でやんないわけですからその指示さえできれば継続できると思いませんで指示もすいませんやるのめんどくさいんですっていうんだったら諦めてくださいって話なんですけどで一番問題点ってネットビジネスの一番問題点っていうのが自分でやるところで継続できないんですよ いろんなマインドブロックがあって、自分でこう、時間がないとかね。まあその時間がないって言ったらもう和婚なんですけど、でも多くの人は時間がないって言い訳、言い訳というか、まあそれを言ったらもう終わりなんですよ。時間がない中でどういうふうにやるのかって話で。じゃあ時間がないんだったら人にやらせればいいんじゃないって話ですよ。わかります時間がないんだったら、じゃあ人にやら,せや,ればいいやらせればいいんじゃないって話で。そうじゃないですか。自分でできないんでった人にやらせるって方法もあるわけですよ。 で多くの人は自分一人でできないわけですからじゃあ外中化いいんじゃないですかっていう。で、あやさんは外中化ねそのもうなんだ外中をこうや最初は自分で始めて、えーまあ、これストーリー D の対談でもけもう言ってますけど最初は自分でやってその後外中化でこう回してで今50人ぐらい外中化さんがいるんですよね50人ですよ。 で、その50人どうやって回してるのっていう、そのマニュアルもあるわけですよ。もちろん、サイトアフリエイトで稼ぐノウハウもあるし、外注をどうやって回すのか。で、外注さんとのやり取りのテンプレートも20個ぐらいあるわけですよ。そう。だからそういうのを使って、あと、あやさんの無期限サポートもついてるわけですよね。だから、うん、僕は一人でできない方は、外注が2.0はめちゃくちゃいいと思います。てか、それしかないんじゃないかなって。 顔も出さなくていい。声も出さなくてもいい。動画は不要。動画ね、ペンネーム。副業でできるわけじゃないですか。まあでも副業のマインドじゃ無理ですよ。副業でできるけど、副業のマインドじゃ無理です。もう一度言いますね。副業でできるけど、副業のマインドじゃ無理です。もう一度言いますね。大事なんで。副業でできます。あやさんの方法は副業でできますけど、副業マインドじゃ無理です。はい。その、や、結局、その自分でやらなかったとしても、その、 相手に指示をしないといけないわけじゃないですかじゃあその相手に指示する人が副業マインドでちゃんと指示できると思いますなんかその上司がねなんかそのマインドカスカスの上司からなんかその指示を受けてどうですか,だかその綾さんの綾さんの教材の中にもその害虫化をする上でのマインドセットっていうのが入ってるから大丈夫ですでもそれはしっかり学習していただければ。 まあ僕もね、得点100個つけますけど、えー、あやさんの教材の中でも、マインドセットちゃんと講義入ってますんで、害虫をやる上でどういう心構えでやればいいのか、どういうふうにやっていけばいいのかっていうマインドセットも入ってるんで大丈夫です。大丈夫というか、それを勉強してくださいよ。で、ちゃんとやらないとダメですよ。うん。だからまあ、本当に自分、時間がないとか特に言ってる人はいいんじゃないかなっていう。うん。時間がないんだったら自分でできないんですよね。じゃあ人にやらせるしかないですよねって話で。うん。 僕は時間があろうがなかろうが一人でやるんで、はい。ということでございますね。十六分か、はい。ということで、まあ、3点ほどね、お知らせをさせていただきましたけれども、えーまあ、外中点2.0は本当に、まあ、平成最後の、平成最後ご案内できるものとしては、一番最高級、最高峰。 の僕の中では今まで2年間いろんな商品をご案内してきましたけど平成の中で一番そのネットビジネスの教材の中ではお客さんのニーズにマッチングする商品では最高峰なんじゃないかなと思います僕の商品はいいんですよ僕の商品もいいんですけどもう自信ありますよ自信あります他のなんかそのカスカスのーなんだそのなんだ今プロモーションで出てるような 役者ですよね役者の人が稼ぎましたみたいなでその売ってってるわけですよ、ね、雇われて雇われて映像に出てスーツを着てね僕すごいシステムを開発しましたみたいな雇われてね何も作ってないのにでそれで高額の商品を売りまくってるわけですよ、ね、でそれに比べたら目っていうかそれはもう完全詐欺ですよねでそれに比べると僕のやつは1,000倍ぐらいいいわけですよ だけど僕のいいって言ってるやつに関してはお客さんのニーズとマッチングしないんですよ。まあこれがねいつも思うんですよね。マッチングしない。なぜならばその自分で商品を作ったりとか、まあ、僕はその本も出してます。情報商材完全バイブルっていう本も出してるんですけど自分でコンテンツをこう販売していこうっていうのがやっぱ僕が教えたいものなんですよね。自分で集客をして自分でコンテンツを作ってこれをマーケティング勉強してこう販売していくっていう。 分かります。でもここが一番僕の強みであり、ここを教えたいんですけど、これがやっぱね、お客さんのニーズとマッチングしない部分があるんですよ。やっぱこんな私に。この前ね、熟成さんが全く初心者の状態から、 僕の塾に入りまして11ヶ月目で1,110万だったかな売り上げを作りましたでその塾生さんとの音声対談でも塾生さん言ってましたけど「その吉谷さんならできるんでしょ」うとか「吉谷さんが扱ってる商品と私違うし」みたいなまあいろいろ言っていただいたんですけど多分そ,そういう感じで結構やっぱねその塾生さんは上がりました1,000万すげえなと思いましたけど上がりましたけどやっぱねなかなかね 僕はいろんなお客さん見てますけどやっぱそこがね超えられないですよ集客の部分が超えられないあとは信頼関係の部分の教育コンテンツ作り続けられないあとはセールスできないここを超えられないですよマインドブロックの部分だったり継続の部分はいろいろありますけど超えられないですよいやこのあやさんのやつはね超えられるしえあやさんのやつは超えられるしこれ超えられないんだったら 人にやらせることも無理だったらもうもはや無理ですよ。自分でもできない、人にやらせることもできない。じゃあどうするのあ、無理じゃないですね。で今度、その人のために、今度ね、ロボットを今開発してるんで、もうその、自分でもできない、人にも任せられない。も、ま、う、あ、あともうロボットしかなくないですから。で、今、ロボット、これはね、もう、もう究極版ですね。僕、2年、1人でこう、えー、会社辞めてやってきますけど、 いろんな、まあ、会社の時もいろんなお客さんの声聞いてきましたし、この2年も一人でずっとやってきましたけど、だから自分でもできない。自分でもできない。人にも任せられない。じゃあもうロボットに任せるしかないよねっていうところで、今ロボット開発してます。で、ベータ版ができて、この前動画1本アップしたんですけど、ただこのね、ロ,ロボットに関しては、多分まあ、販売するのはこう一般公開するかどうかはまだ決まってないですし、まあ、公開したいんですよ。 したいんですけどその本当に本当にワンクリックなんでその多分マインドが低い人も、まあ、もちろんその販売する時はねもうセミナーに参加した人だけとかフィルタリング長期超絶フィルタリングしますねだから別に本当にそのロボットでね売り上げが上がるんだったら別に仲間内で回せるだけでもいいわけですよ <laughs> 売らなくてねだって売ったらサポート結構必要になるじゃないですか,だから仲間うちで知り合いのだけに 実は使うんだっからそれはあのベータ版とか本番ができて検証をずっとしてそれ考えていくって感じですよね。であと何人までそのロボットを使って耐えられるのかっていうのもちょっと検証しないといけないんで僕が考えてるのは一回僕も鷲津さんもいろいろ検証したりとかどれぐらい上がるのかっていうのを検証を半年一年やって半年最低半年はやろうかなと思ってるんですね。 半年一年ですね。半年一年、フル活動、ロボットでやって、で売り上げあの勝手にその金額が上がるようであるならば、じゃあ今度、まあ、熟成さんに、えー、無料でベータマジェンがそれテストしてもらって、使ってもらって、でそのえー、動画送ってもらったりとかね、こんな結果出ましたとか。でそれでやっていこうかなっていう。うんまあ、それはもう結構後です。ロボットに関しては多分1年後になるかな。 ベータ版、だ構想からね、構想から1年以上経って、ようやくベータ版ですからね。構想から、そう、こう。だからその、開発してくれた人も実は熟成産んなんですよ。で、鷲津さんっていう、その、ロジック提供してるブックメーカーのは、鷲津さんも熟成産んなんですよ。だから、うーん、最初はその、一般公開するとするならば、熟成産だけに、ちょっと、身内ですよね。あの使ってみます、みたいな。無料で、一回、ちょっと1、1ヶ月とか試してもらって、ちょっと、 くださいいみたいなであとはその資金がショートしないようにこっちで、えー、今入れてるまあそれブックメーカーなんですけど入れてるうん入れてるお金の10%しかベットできないとかもできるらしいんですよだか,そうすだからそれも,もう全部細かく調整してもう資金ショート絶対できない要は資金ショートするって自動ツールとかいっぱい世の中にあると思うんですけど自動ツールとか結局自分で資金決めちゃってるじゃないですかうん。ね で溶かしてるる部分があると思うんです鷲津さんのロジックってほぼ負けてないんですよね。でそのほぼ負けてない中でも資金全体の、えー、365ベッドに入れてる金額の5%しかかけられないとかにちゃんとそこのフィルタリングすれば解けるっていうことを結構もうほぼ皆無にできるんじゃないかなと思ってますしそれもできるらしいんですよ。だから全部基本できるみたいなんでただ時間はちょっとかかるんで。 はい、それはね、後々ね、本当にね、すごいことになるのかなと思いますけどね。だこの前、実機を見て、人間じゃねえかみたいなつ、ね、<laughs> 次にこんな時代が来たかなっていう。だからその本当に今、インターネット上に出てるワンクリックで稼げる詐欺ですよね。それが本当だったら、本当に実現したらやばかないですか。これ、革命大きいんじゃないかなっていう。だからこれは、まあいいや、この話すると長くなるんで <laughs>。 まあまあまだ1年後2年後の話なんでねはいまあベータ版ができるのに1年以上かかってますから、はい、ただまあ、えー、まとめると自分でやるのか人にやらせるのかそのロボットですよね今後はうんもうこの3つしかないかなと思いますはいまあまあでも僕からロボットを出す開発してますけどそれはうん相当なんだいつ,いつ出すかは分かんないし出せるかどうかは分かんないです ベータ版が出たっていうだけですね。うんはいまあ、ということで、えー、いろいろとお話しさせていただきましたけど結構長くなりましたね。はい、な感じです。まあとりあえず a y a さんの商品いいんで、はいえー、平成最後の平成僕が平成の中でこう自分で売ってきた中で一番です。間違いなく一番です。お客さんのニーズに合ってる一番かなと。自分でできないんだったら人に任せましょうって話で。 でしかもサポートしてくれる人が現役の現役の300万とか400万稼いでるサイトアフリエイトをちゃんとやってきた人ですちゃんとやって本物です本物から本物のサポートも受けられて本物が作った教材ですでさらに僕から買うと得点100個です100個ですでその100個の映像コンテンツっていうのが、まあ、一般販売絶対できない代物ですでこれを見ればもうマインドはまあ大丈夫かなと思いますね ということで、ちょっと長くなりましたけども、これからね、僕は、あの、湯河原、熱海湯河原の方にちょっと向かいますんで、編集してアップして、多分今何時だあ、ちょっと喋っちゃいました。今2時,2時ですね。2時なんで、この映像を取り込んで、はい、この映像を取り込んで、まあ3時過ぎですかね、出発は。はい。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。